先日の動画で私はとんでもないミスをしてしまいました。おいおいどうした急に。別にそこまで変なことはなかったけど。なんとこの動画いつも抜けてる OB が入っていないんです。いつも飛ばしてるから助かる。気づいてる人いなさそう。あ、以上です。マジで何の時間。だ、金メダイだ、スーパーラインマーカーバトルだー。この組み合わせでそう思うのこいつだけなんだろうな。皆さんやっかろう。何の奇跡か X マッチで金メダイとアマビダイのエリアとかいう例のとんでも構成が来たのでやるしかないと思ったレイムよ。おいっす。果たして通常の世界だとどんなもんなんですかね。ちゃんと実力見られますよ。とマリサだぜ。そんなわけで昨日初めて2時間フルで X マッチをぶん回したのでその中からお届けしようと思います。あとフルでやってみて思ったんだけどね、XB2000 が遠すぎる。まあ今まで手をつけてないからそりゃしんどいだろうな。でも私はやってみせるぞ。こんなだけ力でもよじ登ってやる。ラインマーカーとざんやめて。金メダイのエリアはプライムだとこの位置から降りずに大半が濡れるんですよ。濡れるだけで塗り性能で取られちゃうんですけど。悲しいな。そういう時も慌てず騒がず高いところに上がりましょう。若と煙と神タンクは高いところが好きだからね。煙と神タンクに失礼だろ。誰が若側じゃ。超賢い神タンク見せちゃうわよ。射撃のレートが上がってから顔が出ばっか。火の神タンクリッター上手すぎて私いらないかもしれない。ほらまだ節が残ってるから満身はするなよ。カノン砲2発当たったよね。これにはリプレイもやむなし。最近忘れていたけど私ってラインマーカー上手だったわ。ちなみに今のプレイ自分でも意味不明すぎて一人で笑っちゃってます。自分でも理解できないってなんだよ。今更っちゃ今更だけどカノン砲の爆風って30ダメだから後での40ダメのおかげでこれができたのね。じゃあ抜群に調子がいいって。もう一回乗り込みチャレンジしましょうか。キャラコンが絶望的すぎる。あ、え、降りてくんの。まあいいや、ここから降りて引き受けしてれば倒せるっしょ。まさか潜伏してたとは。今の気がついてないのはマジですか。真正面の敵に集中してたので全く気がついてないですね。というかチャージャーなのにあの位置入ってくるって何もんなの。やはり X マッチは知らない動きばかりで固定概念は良くないわね。でも一応そのチャーコラは倒してくれてるみたいだな。人数減ったチャンスだからここでエリア取り返しちゃいましょう。インク不足。ほんと燃費悪いなマジで。すぐにインブ切れ起こすからね。育ち盛りの中学生男子ぐらい燃費悪いわ。どういう表現。いきなり飛びかかられたら対応できないでしょ。そしてさっきはよくもやってくれたな。私からは逃げられてもハイドラがそれを許さないわ。そして勢いそのままに神タンク。初撃で逃げなかったならそのままやれる。こっちのエリアに飛び込んでったなら囲って倒す。ワイプアウトこそ出てないがオールキル達成。よし、今度こそリベンジで敵陣入って暴れてくるわ。回転するまでちょっと、いや飛び込んでくるの。うわちょっとダメだ。チャーコラまで一緒に来てる。ふっふ、なんとかなった。今のよく助かったな。もう今度こそ敵陣入るわよ。よそ見してるトラストって思ったけどもうストリーいいかい。裏取りの対応は任せておいて私はここで時間稼ぎしようかな。ここに張り付かれる鬱陶しさは私自身が痛感してるからね。時間稼ぎには絶好だが、どうやら後衛がピンチらしいぞ。え、一体どこから。そこか、あやべ、先読みしすぎた。味方の黒ザップも気がついてくれて合わせて撃破。あと来るとしたらまた裏取りルートだと思うんだけど、またチャーコラってるよ。でも私には気がついてないわね。さっきエリア内にデュアルがいた気がするんだけど。え、マジで全然気がついてなかった。ま、味方が倒してくれたからこれでよしとするか。残りわずかならもう行っちゃう。今いたよね。なんでそれは見えてるんですかね。どうあがいても間に合わないでしょう。射程差で追いやってノックアウト終了。この試合通して一番印象に残ったのは、ここのラインマーカーが上手すぎて気持ち良すぎたことかな。いい思い出ができてよかったね。それじゃあ2戦目いくわよ。ルールは変わってガチあさり。ステージはおろうか言うんだぜ。ちなみに昨日休みましたが、おかげでユースユニット掘れました。漫画のために休んでんじゃねえよ。いや違うんですよ、本当に。さっきも言った通りエリアがアマビと金メダイだったから、ちょっと本気でやってみようと思ってやりたかったのが本音なの。けどまあそんな簡単に行くもんじゃなくて、絵に描いたように勝率が半々で安定した勝ちって難しいって知ったわ。マジで勝った負けたが交互に来てるな。だから今は自分の動きを結構ガチで研究中で、まあ大体たどり着いた結果がエイムが悪いっていうことなんだけど、そこを根本から変えていこうかなと思って意識改革中でございます。前々からレイムのプレイ見てて思うことあったんだけど、なんか下向いてない？全体的に。え？そうなの？
あんまり意識してなかった。いや敵狙う時はもちろん上向いてエイムは合ってるんだけど、戦闘時以外の通常の視点っていうのかな、下向いてるせいで上の敵とかに気がつけなさそうな感じあるよ。歩道なら別にそこまで高いところないからまだいいだろうけどね。案外気にしてなかったけど、これはかなり大きい問題かもね。目に映る情報が減っちゃうから、その分不利になっちゃうからね。ちょっと上向きっていうのは意識した方がいいかも。これから私上目遣いで頑張るわ。それは男を落とす時使え。ほら変なのが釣れた。マーキングつけるだけでは私に真正面からは勝てないわ。悔しかったら40ダメージも一緒に与えることね。ボイ戦に対して取れる唯一のマウント。あと右から出すな、右から。そしてマーキングあるからここにいると気になるでしょ。これが味方を信じる力ってやつですよ。嘘だぞ、ビビって動けてないだけだ。よし、戦況もアサリの状況もかなりいいぞ。一戦大暴れで敵も残り一人だな。スペシュ相手なら正面からレキキルと火力で勝負できる。味方がガチアサリ作ってくれた。ここで神探知して敵の兵頭を一気に集めるわよ。うわ、バルーンもらえたのかよ。戦もこっち戦と。それなら完全に思惑通り、ヘイト勝ってる間にゴールに叩き込んでもらうわ。手薄になったところにすかさずガチアサリゴール。さっきの一件といい、このリッターの仕留め方のことを見るのがすごく上手だ。びっくりして飛び跳ねちゃった。まあある程度カウントは進んだし、よしとしましょうか。リッターも頑張ってくれたけど、さすがにワイプアウトだな。アサリはほんと拮抗状態破るのが大変だから、オッケーオッケー。むしろ大切なのはこの後一気に逆転されないようにすることよ。さてそのためにも潜伏かましていきたいところね。やっぱり撃つときは上抜くけど、通常時の視点低くなってんな。あーいや、ほんと低くなってるわ。自分じゃ気づいてないことってやっぱり山ほどあるのね。敵が見えなくて困ってたけど、それって私が要因だっただけかも。ローラーどうのこうの言ってるのも自分が原因だったのかもね。まあ一人称じゃ気がつかないこともあるから、客観視って大事ってことだよな。今回は私がっと疑問に思ったっていうところだけだけど、実際自分自身が問題になってるのに気がついてないってことは多いしな。うん、今までの自分の言動とかもめちゃくちゃ反省すべきこと多いわね。今更だけど少しずつ意識して変えていこうと思う。こういうのって多分意識の問題だし。というわけで敵の猛攻をなんとか抑えたので、ゆっくり前線上げますか。アサリも拾いながら神タンク溜まるから、敵が見え次第ここから狙っていきますか。視線はすぐ近くで突き上げ状態。そう遠くない場所にスペシュもいるって感じだな。このスペシュのストサブ性能マシマシで、マーキング超長いのよね。まあどうせ今は場所なんてバレてるから、どうでもいいっちゃいいんだけど、そろそろ神タンクいけそうかしら。マニューバとタイミングかぶり。横向いてるならそのまま貫く。チャージャーも逃げられなければそのまま倒せる。そして最後は下から撃ってるスペシュ。よっしゃ、めっちゃうまくいった。視線がこっちに殴り込んできた瞬間と噛み合ったんだな。味方が相手してくれてたから、神タンク下に潜り込まれず済んだ。だんだん舞い上がりたいけど、ここは冷静に射程勝負。全力で止めに来るのを今してからアサリ入れましょう。このバリア神か。置き場所完璧で、効果範囲が最高に使いやすい。ちょっとギリギリまでアサリ入れるの止めておくけど。うん、さすがにもう帰ろうか。これセコセコ塗って帰ってるけど、エナドリ効果あるからリスジェンでよかったのでは。あ、そういえばそうだ。つい同速度の状況とかそっちばかり気になって、ジェンタン効果ついてることすっかり忘れがちだわ。え、待って、どっから上がってきたの？そう、こうなるんだったら本当にリスジェンしておけばよかった。敵の持ってるアサリはそんなに多くないが、この削りで相手が一気に優勢になるのは間違いないな。結局全員やられちゃって、これはちょっとまずいかも。神タンクもあったのにめちゃくちゃもったいないことしてしまった。今の当たってないの？今日狙って投げただけ、めちゃくちゃショックなんですけど。霊夢のショックは知らんが、まあじわじわ押し返せてはいそうだな。一戦だったら釣り出してから引き打ちで倒せるんじゃね？全然ダメでした。これも見てて思ったんだけどさ、なんか無駄にジャンプ打ちしてること多くない？え？だって敵の攻撃かわせることあるんだから、そっちの方がいいでしょ。いや多分なんだけど、敵の攻撃避けてるメリットよりも、ジャンプ打ちで射撃精度が下がってるデメリットの方がでかい気がする。向かってくる相手に対してジャンプで迎え撃つって、上下にエイム来る必要あるからめちゃくちゃ難易度上がってんだよ。おまけにジャンプしてるせいでレキクルも開いちゃうから、それも損だし、多分元からダバイっていうのもあるっちゃあるんだろうけど、自分から難易度高いエイムしようとしてるのが要因じゃないかな。言われてみれば私むちゃくちゃジャンプ打ちしてるかも。アクション強化あるからジャンプしてもいいやとか思ってたけど、確かにジャンプする意味がほぼないのか。普通に射程圏内ならジャンプ打ちすると精度下がるだけだからね。うん、すぐに思いつきそうなもんだけど、自分一人だと考えつかないから他人の意見って大事だわ。今日はなんだか新しい発見がいっぱいあったような気がしたわ。これはもう私に感謝ですよね。何か見返りが必要だと思うんですよ。やべ、めんどくさいことになりそうだ。かばやつさん太郎を私にくれ。助かった、安い女だ。安くないぞ、60枚入りのやつだ。安っぽい女ってことだわ。あとこれゲーセンでしか見たことないんだけど、今後の成長に関わる大きな話を聞けたような気がする。パート150にてようやく新しい切り口が見つかりましたわよ。前回の動画で引退とか言ってたけどね。あれはもうステージがしゃあない。残り時間は終わるけど、カウンターアサリが残ってるから、これは延長タイムね。相手の持ち分が結構あるから、一挙逆転が怖いところか。は、ラストつけてる関係で延長戦にはめっぽう強いからな。マジでドクターストーン読みすぎだお前。ここは勇気の潜伏潜伏。そして来たところで倒す。残ってるのはスペシュだけだから、倒さなくても時間稼ぎだけすればいいや。味方のリッターでスペナで敵の復活も遅い。もう味方を待てる時間はないから、突っ込むしかないわよ。突っ込んできたら当然倒すからね。きっちり守りきって終了。
正直この試合に勝ったことよりも、この試合から私の悪いところが洗いざらいになった方が嬉しいかも。あいよいよ礼なんて勇気失せるな。まだまだ私自身に伸びしろがあるんだなってところで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるから、また遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。